どうもキャンバスの大です、えー、今日はね一人でトークしたいと思います一人でトークって成り立ってんのかなトーク <laughs> なんかあのー、今日は、ま、何でもない話しようかなと思ってなんとなく撮ってますえー、なんかあのー、最近というかもともと結構あの外食をするんですけれども まあありがたいことにねみんなに誘っていただいたりしながら、まあ、自分も行きたくて誘う時もあるんですけどあのー、俺レモンサワー結構今レモンサワー飲むんですけど俺もともとレモンサワーってなんかあんまり好きじゃなくて全然飲まなかったんですよねウーロンハイがまあ主流だったんですけどなんかなんでだろうな,なんかでレモンサワーを飲んだら 多分めんどくさくてみんな頼んでて「あじゃあ俺も」みたいな感じで頼んだらなんか美味しい時が来てうんなんかレモンサワーうまいなってなったんですよねでそれから結構レモンサワーを飲んでいてうんでなんか先日ですね、あのー、自分でねこうあのレインカーネーションっていうあの服のブランドをやってる亮っているんですけど まあ亮、のーまあ、と亮はね何個何個しただろう何個かしたの <laughs> あのあっ35ぐらいしたかなうん亮が俺の飲み,た飲み仲間なんですけど <laughs> あのー、この前ね誕生日だったってことであの飲みになんかご飯行こうねって話をしててでたまたまこの前うちの,あのストアに何か寄ってくれたんで。 あれ今日終わったら何やってんの?」みたいになってじゃ飲み行こうってなったんですけどでたまたまねあの文鳥のねあの <laughs> の飲み放題が1980円って聞くと、まあ、国分町だと1980円ぐらい飲み放題なんて別に安いわけでもないし。 ね、安いととこなんてマジ800円とかさ結構も安い安いところをあの探せばいっぱいあるんですけどそのね1980円の凄さにあの気づいてしまったんですよね。そこはしかもその日だけじゃなくてあの30日間30日間飲み放題が。 1980円なんですよね。っていうなんかのパスポートみたいなカードみたいな会員書的なやつですねなんかをその日飲む時にそれ欲しいんだけどっていうと会員書みたいなの作ってくれて1980円でまあその日ももちろん飲み放題100分飲み放題なんですよでなんか行ける店舗がそのお店の中3店舗あの系列店があってその3店舗 いけるんで,すよ、ね、でしかも1日であの3店舗回れると1980円で3店舗回れるなおかつ30日間使えるというやばくないっすか3300分,100 100分1 1 0 0 1分1件100分ででなんかフードは2品頼まなきゃいけないですよ1人とはいえなんか400件ぐらいからメニューあってそれ以上だったらいいみたいなだから 言ったらら円ぐらいとお通しとお払うだけですよねで飲み放題どこ行ってもただみたいな気分になれるというかう実際その1980円払ってるんですけどまあノリでね買って1月1ヶ月で1回しか行けなければまあとはいえ、まあ、そんな1980円だったら普通に1軒行くのとそんなに変わんないしっていう魔法のカードをこの前ゲットしまして。 それでねその3店舗行ったんですよねなんかちょっと僕も知り合いとかではないのでなんかまあ店の名前はねラジこれでラジトークで出さなくていいかなって思うんですけどなんかそんなことがあってすげえなと思ってけど3店舗あるし大元の会社が一緒だったら1店舗目で2品食べて。 1980でまでチケット持ってるから2品食べてで100分経ちますラストオーダーでじゃあもう1軒行くってなった時にどうせこれ持ってるから系列店行きますまた2品頼みますで3店舗目行きます2品頼みますって1日3軒回っても計6品分のお金はその会社に入るし何かいいシステムだなっていうか1店舗あたりでねその飲み放題 って考えたらちょっときついと思うんですよね1店舗しかないってお店はけど3店舗あったら後で考えたらすごいいいっすよね1軒目で10杯飲んでも2軒目10杯飲めないっすよね5杯とか最後なんかもしゃ,、まあ、しゃべりにも一応だと眠いやつとか言って1杯とか2杯しか飲まないっつってでもフードは2品頼むわけなんで食べれなくたって2品頼むのがルールだからね5人で行ったら 10品10品10品30品分の食べ物がその会社に利益が入るっていうのは結構あ今なんかねコロナとかで騒がれてて飲食店もみんな暇だって言っててそんな中でそれはなかなかいいねっていう外出ようかなって思いますよね30日間だしじゃあこれ持って遊びに行こうあ俺カード持ってるしでね例えば俺が一緒に行ったりょうくんであればりょうと一緒に。 あせっっかくくああじゃあ行くってそこ行きますもん、ね、それ頭いいなと今なんか4月からウーバーイーツ仙台も始まるみたいな感じで飲食店も結構ねそ営業切れてて <coughs> んか今話題にはなってますよね飲食店同士がどうすんのやんのとか言ってて手数料がどうだとか、まあ、その分何か料金上げるとかなんか僕は服屋をやっているしやっていたになるかもしれないですけど あのー、飲食店結構好きであのもうむしろ仕事のモチベーションはマジご飯かなぐらいの感じなんですよねだからなんかご飯の誘いってやっぱ結構行,き行くし行っちゃいたい方だしうんなんかね今日も昼ねあのー、近くの,あの美容室の人がねあの来て「<coughs> 昼食べましたとかつって <laughs> あ,あ、まだ、あ、食べてないのそういえば行くっつって行ったりとか、まあ、結構なんかそんなノリで仕事終わって、まあ、最近ねストア終わってもなんかいろいろとねやることあったりまあ、そうですね閉店、あのー、が近いので閉店作業をしてることが多かったりあとちょっと重いね、みんなのおかげで結構来てくれる人がめちゃくちゃ多くてあの毎日人が。 このね、人がいないいないって言われている最近のね、この世の中なんですが、えー、うちは毎日、まあ、まあ、閉店ということもあって、毎日いろんな人が顔出してくれたり、いろんな人がなんか、せっかくだからとか言っていろいろ買ってってくれてまとめ買いしてくれたりね、結構してて、だからすげえありがたいことなんですけど、うん、なんかね、そのおかげでというか、服がですね、<laughs> あのもう足りるだろうと閉店まで足りるだろうと22日3月22日に閉店なんですけどって思っていたらなんかもう2週間以上残ってる段階であれ服やばくないってなってで今もうちょうど2週間を切ってって感じなんですけど <laughs> 今服をねだから今作っててうーんなんかとりあえず100 100着ぐらいかなもちろん120着かな今日も頼んだんで多分全部で120着ぐらいあの <laughs> 追加で作りまして作りましてまだ作ってないのもあるか今から作るのもあるんですけどあの予定していてでなんかあの最後のデザインというかまああの服自体は今後もまあ自分のペースになっちゃうんですけど作っていこうとは思っててうん 自分着る服もないんで <laughs>、自分着る服を作るくらいの感じのノリだったり、服を通してなんかまあ遊びながらみんなで来たり遊びに行ったりしたいなと思うんで、自分のペースではやろうかなとか、そういう風にみんなで着てなんとか集まれる飲み会、オフ会みたいなやったり、今イベントやったり、まあそういうのは今までと変わらずやりたいなと思ってて、なんですけど、そのキャンバスストアっていうお店としては、あの、最後の、 デザイン最後のデザインとかまいうかちょっと背中に入れる予定のロゴなんですけど、まあ、フロントはうちで出してるストアキングっていうあの王冠の入ってるこうキャンバスとってダギングで書いてあるやつの,あの結構定番ロゴがあるんですけど、うんうん、最後は定番ロゴいいなと思って定番のロゴにしたんですけどでなんかキャンバスのなんか OG ロゴってあの。 キャンバスのメインロゴですねメインロゴは、まあ、キャンバスってしか入ってないんですよねで別にキャンバスが終わるわけじゃねえしなと思ってだからキャンバスストアって入ってる定番ロゴにしましたでなんか背中に「アイガッチュバックって入ってるんですけどなんかこの前ねあのそれこそラジトークでも出てもらってたマーズさんと飲んでてなんかそんな話になったんですよね <laughs> でなんかあすげえいい言葉だなと思って でなんかそういう時にけなんかあのちょっと理由とかっていうのもんかあった時とかに服買い物来てくれた時に話してたらだと思うんですけどなんか「真ズさんがこういう時に使うんだよ」みたいな「なるほど」みたいな「いいね」今の近江ちょうどいいじゃん」って近江っぽいじゃん」みたいな言ってくれて「あなるほどね」って確かにそれいいなとか思ってなんか自分の気持ちもなんかすごくつながるとこあるなと思ってその言葉を。 いいただいちゃいました <laughs> まあでもねそうやってヒントっつうのはなんかどこにでもあるなっていうか、まあ、ヒントとか作っちゃったら答えみたいになっちゃったんですけど、まあ、でもなんか、うん、でそこをあの次の日ぐらいに電話してあの d − b ボンズって僕とタメであの宮城県の女川ってとこに、うん、今度ねラジトークも出てって話をしてるんですけどその D ボンズにそこを電話して、うん、なんんか。 あのキャンバスストアの最後に何か使うその言葉の、えー、デザインデザインっていうかダギングでこう書いてほしいんだよねみたいなメッセージみたいな書いてほしいんだみたいな話をしてそしたら OK っつってまあ2つ返事ですぐその日連絡した日のもう夜中朝方ぐらいにはなんかもう送られてきてなんか早い仕事と思いながらさすがだなと思いながらですね うん、でなんかちょうどこの服もね最後の1週間ぐらいキャンバスストアの最後の1週間ぐらいで売ろうかなと思ってまして <laughs> そうっすねでなんかもうあのー、ストア閉店したらもう終わりみたいな感じでうんあのー、作ろうかなとうんなんかね感慨深いですね9年半ぐらいお店をやってきたんですけどでもね、まあ、今日もねなんかちょっと若い子と話しててまあなんで やめるんですかみたいな何するんですかなんて話をしてて、まあ、ちょっとこのなんかラジオ的なもので話すまあねそのうち話すかもしれませんがなんかそれで結構長くなっちゃうなとか熱くなっちゃうなっていうのがあるんでちょっとまあ今日はその辺の話はって感じなんですけど、まあ、詳しく聞きたいなとかって思ってくれる人がいれば是非ストアに遊び来てくれたらなと思うんですけどうん。 今日ねフリートークみたいな感じでこういうふうになんかノリで喋ってるんであれなんですけどなんかフリートークってなんかあっち飛んだりこっち飛んだりしてるけどなんか悪くないなと思うんでちょっとしてみました、まあ、でもね内容とかでテーマがあった方がなんか何の話してるか分かりやすいからいいなと思うんですけどとりあえず今日はなんかフリートークしてみたいなと思ってちょっとたまにフリートークって たまにじゃないな、結構やりたいかもしれないな。そんな感じでちょっと今日はこの辺で終わりにしようかなと思うんで、また、えー、明日聞いてください。あだしゃ